はいえー、3460回始めます、えー、2024年10月2日、えー、水曜日か、水曜日入ったところですね、ちょっと今夜はきついっすね、あの疲れが取れない、<laughs> なんか疲れちゃって、はい、あとちょっと頑張って帰ります、はい、うと読売新聞から、ですね、これ、女子受刑者、ねあの、刑務所にいる女子ですね。 女子受刑者にネイリストの職業訓練ということでね、えー、栃木で希望者が殺到ってなってますはい、えー、再犯のな7割は無職で就労確保は重要課題ってなってますねはいあのー、まあ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 、うん、刑務所入ってまた刑務所に舞,舞い戻ってくると、うん、犯罪を犯してね再犯して、うん、その人たちの7割は無職だよと いうことなんであの刑務所出た後ね仕事についてもらって働いてもらうとあの再犯率も下がるんじゃないかっていうことであの刑務所出た後の就労の確保っていうのは重要課題その中で刑務所の中でねあのネイリストの資格ね取るようなのが人気になってるってことですね。うん、受刑者の社会復帰や就労を支援しようと、えー 社会復帰促進センター桜市栃木県さ市で女子受刑者に対してネイルの資格取得を目指す職業訓練が行われていますということですね。はい、今月にはネイル業界の関係者を招いた就労支援説明会を開催同センターでは、えー、他にも多種多様な職業訓練などが行われているということですね。はい うーんと私なんでこれ選んだのかな、うん、うん。まあ女性にこのネイリストっていうのは人気だよね。なここ何年か前から。どうだろう私一回も、まあ、もちろんネイ,リネイルなんかね私やったことないんだけどあの一、ー、回やるとどれぐらいお金かかるんだろうねネイルってね、うん。1万円ぐらいかかるのかなあのとにかく人気だよね。 ネイ,ネイリストっていうのはね、うん、あの自営業みたいな普通のマンションの一室でやってるみたいなねあの予約制みたいでやってる人って結構いるみたいだけどはいあの就,労か就労確保が課題だっていうのはってるけどこれいわゆるネイルサロンの全国区の何て言うんだろうチェーン店みたいなのってあるんですかね私が知らないまあありそうだけどねうん。 一定の定額の、あの固定給みたいなのってあるのかな、これ。私はネイリストっていう、なんかもう本当、あのー。個人で、自営でやってて、うん。あのー、個人事業主みたいなイメージしかないんだけど。ねえ。恒例就労支援でネイリストって言ったってさ。あのー。月給で手取り。 万万とか20万とかかかもらえるんですかねねこれね、うん、再販防止では就労の確保が課題とね言ってるまあそりゃそうなんだけどこの就労の確保の就労の中でネイリストってそんなにこれ需要あるのっていう感じするんだけどね私なんかねそれこそ不安定なまあそのお客さんがねあのー、来る時もあるし来ない時もあるしみたいな売り上げもまなんていうのかな上下あると思うんでね毎月毎月。 うん、そんな中でネイリストが果たしてあの就労と、ね、あの食っていくだけの金額稼げる商売なのかどうかっていうねこれがね一番気になるね、うん、もしそうじゃないんだったらこの刑務所でネイリストの資格取らせたところでそれで生活していけない食っていけないっていうんであればなんか余計女性の貧困に貢献してるみたいな。うん、女性を あの貧困に閉じ込めるみたいな感じにすら思えるね、これはね。と、はい、いうことです、まあ、それだけだね、うん、あとまあ,、うん、あの刑務所ね、私、入ったことないけど、やっぱり一回入っちゃうと、あの社会復帰するときにねあの、結構大変だということですね、これ、うん、再犯率、ねまあ、どの犯罪でも再犯率は高いよね。まあ うん、一詐欺とか高いとと思うよ詐欺とか性犯罪とかひときわ高いと思うけど、まあ、窃盗にしたってそうだし、まあ、障害とか暴行に関しては何とも言えないけどね、うん、悔い改めるっていう可能性もあるけど障害暴行だってそこそこ高い再犯率だと思うよ。はい、ということで、ねあのー、やっぱり再犯率を低く抑えるには就労の確保が課題だと。 で女子刑務所の場合は特にネイリストとかの資格取得の講座みたいなのが人気ですよっていうそういうことですねそういう話今ちょっと寝,寝そうになりました、はい、終わりたいと思います、ね、ネイリスト私に、ね、は関係ないけどチャンネル登録高評価お願いします失礼します